はようございます。新田さんです。正月1月の3日朝です。ただいまの時刻がね7時前ぐらいで、近鉄生駒駅から、今からね高山寺、生駒商店さんですね、に、福笹をいただきに行こうと思っております。生駒の商店さん、換気店、現世利益のね、神様というところで、仏さんという言い方の方がいいのかな、生駒商店ということで、いつも僕は来るんですけれども、そのね本山寺さん、1月の1日から1月の3日まで、福笹ということでね、金運上昇ということで、ご利益のあるねお守りを、この三が日だけ、お授けいただけるというのがありまして、僕はね、毎年、この三が日の間に大山寺さんの方に、お参りをして、その福笹をいただいてくるというのが、正月のねいつもの行事というかね、やってることになるので、今年もね、福財布をねいただきに、今向かっております。で、今これ走ってるのが宝山寺さんでねいつも行く道なんですけど、ちょっとこうやってね、書いてあるんですけど、ここがね臨時駐車場というような形で、ここからバスにね、上げていただけるというようなこともやってるんですけど、基本的にはね通行止めなんですよ、昼間は。で、その通行止めの時間帯というのが、朝のね10時から、夕方6時までだったかな。その間の時間がね、基本的にはこう通行できない、タクシーと、このね住民の方しか通行できないという時間帯なので、その交通規制がねかかるまでの時間に、お参りをしたいということで、今宝山寺さんの方に上がってきました。はい。で、宝山寺さんの駐車場にバイクも止めれるんですけども、ここですね、観光生駒ね、ここの、ここもね駐輪場になってて、ここね旅館組合の、駐車場になってます。でね、この時間はねまだ車上がれるので、宝山寺さんのね駐車場の方に上がっていきたいと思います。よいしょ。はい、もう7時近くになってきたのでね、夜が知らんできました。雲がね出てるんで、朝日等々ちょっとね見れないかなと思うんですけど、よいしょ。おー、朝焼けしてきてんな。よいしょ。ということで、宝山寺さんの駐車場の方に到着です。朝早いんでね、こちらの方に入っていこうかなと思います。よいしょ。トトトトトちゃん、宝山寺さんの方にね上がっていきましょう。よいしょ。宝山寺さんの大鳥居ですね。よいしょ。上がっていきましょう。朝の時間はねこうやってお参りされる方も少ないので、そう、ここもね元旦ね午前0時で、一旦大晦日
ね、門が閉まるんですが、基本的にここの山門は24時間入れますので、よいしょ、お寺にとしてはもうここ以外のお寺で24時間お参りできるとかってちょっと知らないんですけどね。よいしょ。おはようございます。2つお願いします。はい、ありがとうございます。珍しいようなんですけどね。よいしょ。さて、お参りすべて終わりました、ということで、お家に帰りましょう。おー、朝日が。よいしょ、ね、ずっとこう鳴らしない、ね、ちょうどあっちから上がってきますね、お日さんがね。もうすぐ上がってくるのかな。よし、じゃあ今年の福財布いただいてきたので、金運がね上向きますようにということで、はい、毎年のね恒例行事無事行うことができましたということで、お家に帰りましょう。